こんにちは、かっこいい大使と竹下敦史です、今日はね、私の、プレースタイルについてちょっとお話ししたいと思います。私はですね、今は、立って弾く方がギターは、上手に弾けるんです。ところがですね、以前は座って弾くことはできたんですが、立って弾くことはとても苦手でして、当時やっていた、参加していたバンドの、ボーカルのリーダーにね、常に、立って練習しろと、きつく言われたわけですね。非常に疑問に思いまして、なぜわざわざ立って弾く必要があるのかと質問しましたところ、立って弾いた方がだってかっこいいだろうと言われまして、それはもうあくまで主観の問題であって、座ってギターを弾くね、ギタリストはたくさんいるわけで、その当時はそのことに対してすごく批判的でした。ですがね、やはりライブハウスなんかに行くと、結局座ってしまうとお客さんは皆さん立ってらっしゃるんで見えなくなっちゃうんですよね。でどうしても立たざるを得ない。そこですごく立って弾くことを練習しました。ずっと立って、もう家の中で、友人でね、家の中でもずっと立って、ご飯食べるときも何するときも立ってギター弾きながら生活してる友人がいたんですがね、その友人にはとても憧れまして、私もたくさん立ってギターを弾く練習をしました。そうしましたところね、今度座ってギターが弾けなくなってしまったんですよ。なんていうか、振り抜けないんですね、やっぱりピッキングが。今そのことにすごく悩んでいるんですが、これもまた時間が解決することかなと。座ってね、加納治先生という、先生にレッスンを受けているんですが、その先生とのレッスンの時は座って弾くんですね。ただ楽器の指奏の時は必ず立って弾かせていただいてるんです。そうでないとなかなか自分のね、持っている弾き方にぴったりくるかどうかってのは分からないんで、どれもね、練習すればうまくなれますし、練習をサボれば下手になっていきますし、ギターというのはね、ギターに限らず楽器というのはとても難しいものだと思います。ただね、皆さんどちらでもね、立って弾いた方が楽しければ立って弾かれて、で特にね、足腰の弱い方なんかは無理せずね、座ってギターを弾いて楽しんでいただければと思います。それではかっこいい体操、竹下敦史がお送りいたしました。 See you soon です。